はい、どうもこんにちは、なっちでございます。メールの玉ドラがね、消費が追いついておりませんが、ようやくね、これを引きたいと思います。昨日かな、昨日ガチャドラ降臨を初めてやりまして、達成できました。全員ね、ソニアガチャドラも見ることができましたので。で、これ何が楽しみかって、やっぱりダンジョンセレクトガチャだよね。個人的にはやっぱレアガチャとかよりロマンがあります。ナインガルダ、あとはリンシア、セブンザード、その辺狙いたいですね。ラグドラかネイの進化素材だったら誰でもいいんで、ちょっとお願いしたいですね。じゃあまずソニアガチャから行こうかな。なんでこいつから行くんだって感じですけど、一番これがね、まあ、モンポにはなりますけど、僕的には収穫少ないんで、これから行きます。金玉、シーナでございました。じゃあ第2ラウンド行きます。おお最近よう来るな、通知が。はい、メルです。なんかメルとかダンタリオンがね、ストーリーにまた絡んできましたけど、どうなるんでしょうかね。ダンタリオンは一応その悪魔シリーズってことで、また関係ないのかなと思ったんですけど、絡んできてますよね。だからあいつもストーリーによって進化が変わってくるのかなって、その辺はよくわかりませんけど。はい、レアガチャいきます。レアガチャはそうだ、これはクトゥルフじゃなくて、なんだっけ、クトゥグワ、クトゥグワとヨグソトース、アテン、あの辺が狙えなくないらしいんで、お願いしたいね。もうなんでやって、これは許されませんね。銀ならあいつを出せと言いたい。あいつ出たらもう保護して一生保存。おかしくないですか。オールスターじゃないじゃん、全然シルバーオールスターになってるよ。嘘だ、これ銀玉3連発だったらどうします。そんなことないよな。ここで貯めて貯めて、ドンと、クトゥグワクトゥグワ、ハゲ散らかしてますね。めちゃくちゃひどい結果じゃないですか今んとこ。金玉しか出てないフェス限ヒロイン、銀銀金というレアガチャ、これはもうここにかけるしかない。ナインガルダお願いします。ナインガルダをドン。ダイヤは当たり前なのかな。リバティか、リバティ使うとこあったかな。こいつってさ、アナザーの進化ぐらいだよね多分。リバティ使わないんだよね、ジャスティスなんだよねまだね。ジャスティスでもいい、お願いします。頼む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 、オッケーまさかのまさかの回収、秒速で回収しましたね。 HP 高いな。じゃあラストいきましょう。ラストはリンシア、ナインガルダ、セブンザード、この辺狙っていきます。ビオランテがね、ガイノート、リンシア、なんだったかな、もう一体ディエイトロスだとか、なんかそんな感じのね、めっちゃいいとこ引いてったんで、僕もそこは真似したいんだが、どうでしょうか。いらねースカーレットって何に使うんだ。はい、ということで、いや爆死でしょこれ、これは爆死でしょ、全然いい結果じゃないよ。ジャスティスぐらいですからね、ジャスティス嬉しいけどさ、悔しいんでこれ引いて終わります。ここでも爆死したら動画が即終了します。金でも終了、ダイヤ出なかったら即終わりますんでね、動画の残り時間とか見るんじゃないよ。